そうですね、今回の日本選手権は、2連覇中ということで、3連覇を目標にやっていて、ラスト 100m でしっかり勝負を、して、勝ち切るということが今回の、レースの、最大の、目標だったので、それが達成できて、本当に嬉しいです。世界選手権の、参加標準記録は切っていたので、今回しっかり、レースの、勝負に徹して勝ち切るということが最低限だったので、そこのところをしっかり意識して走れたと思います。そうですね、前回大会の、テイク大会と、昨年の、ロンドンオリンピック、出させてもらったんですけども、過去の2大会とも、自分の思うような走りができなかったので、3度目の正直ということで、しっかりと、自分の納得、自分もそうですけど、周りの人が見てて納得してくれる、走りをしっかりしたいと思います。世界選手権モスクワでは、熱い走りをしたいと思うので、応援のほどまたよろしくお願いします。